ピンポンポンポン、みんなさん、こんにちは。今日はランドセルカバーをあげたいと思います。なんか変な人いるけど、隣にどうしたの？ね、しほちゃんが、ね、今年が2年生ね、なったんだよね。なった。で、1年生の時はランドセルにこれじゃないんだけど、こういうね、みんなもつけたと思うんだけどね、こういう黄色いね、安全のね、交通安全のこのカバーをね、つけて1年間学校に通ったんだけども、2年生になったらね、これをね、取らなきゃいけないね。1年生と間違えられちゃうね。で、カバーをね、どうしようかなと思って、で、しばらくはちょっとこのね、今リミがかぶってる、リミがなんだそう、ね、ランドセルを買った時に着てたカバーをね、使ってたんだよね。で、四方のランドセルはララちゃんランドセルっていうところで買ったので、このカバーのね、下の方にここにねそう、ララちゃんってね、書いてあるんだよね。ちょっとこれどうかなと思って、いろいろね、ネットでね、探して買いましたね。2年生になったので、ママとシホがね、そう、選んでね。で、それがこれです。こんな感じ、透明かな、半透明っていうのかな、ね、で、リボンになってて、で、なんとね、ここにね、デコできるね、ストーンがついてるよね、うん。で、それでデコるんだって。ここに何か書いてある、パープルピンク。あ、そう、このね、リボンはね、パープルピンクの色の、ちょっとパープルがかったピンクってことかな、うん、ね、それがね、まあ、キラデコランドセルカバーっていう名前みたいです。デコれるラインストーン付きね、ドットリボンのパープルピンクを購入しました。え、じゃあさ、うん、他にも色があったの？うん、ピンクがあった。でもピンクとね、パープルピンクはあんま変わらない感じかな。じゃあ開けてみようか、どんな感じになってるか。うん、ね、まあでもね、あのランドセルカバーは6年間ね、ちゃんと使うわけではないので。リミもランドセル、リミも今年ランドセル買わなきゃね。リミランドセル、あ、リミがランドセルなのあ、で、だからランドセルカバーつけてるってこと。これ外していいやつ。いいよね、リミちゃんも。マジックテープになってる。あ、そう、マジックテープになってるね。なんかいる。あ、そう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 、ここにね、これね、プリン見えるかな、こうか、よいしょ、こうだね、プリンセスアリスって書いてある ね。で、こんな感じになるのかな、うん、あ、かわいいじゃん。で、ラインストーンは、あ、あれ、どこ行っちゃった、あ、袋についてるの、ね、まあ、つけなくてもね、いい、絶対ね、まあ、取れるのは覚悟でつけるんだけど、もちろんね、使っていくうちに、うん、まあ、どうする、せっかくだからつける、まあ、取れたら取れたらでいいじゃんね、せっかくなのでね、半端ない取れさをちょっとしようが嫌だね。ああ、まあね、こんな感じだね、ランドセルはカバー、こんな感じでーす。かわいい、かわいい、いいんじゃない。うん、で、じゃあちょっとだけデコる？デコってみる？はい。あ、まずそれ。あ、ちなみに どんな種類のシールが入ってた？ね、こんな感じのラインストーンがついてました。じゃあデコってみましょう。ちょっとデコってみましょうので、まずちょっと奥場所を決める。そうだね。慎重にならないとね。さすがに。ピンポンパンポーンというわけでランドセル、またなんか変な人いるけどランドセルリミちゃん、そう、ランドセルカバーのデコレーションができました、ね、一応ね、ここだけね、こんな感じでストーンをね、つけました、うん、あまりね、ちょっといっぱいつけちゃうと逆にちょっと変かなと思ってね、とりあえずこれぐらいにちゃんとね、でも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ついてるね、うん、2,4,6,8,9、うん、かわいいかわいい、
で、ちょっとね、一応ね、糊というかボンドっていうかそれでつけたので、本当はシールね、シールでついてたんだけど、ちょっと弱かったので、じゃちょっと乾かす間にしほちゃんのランドセルをね、せっかくだから見てみましょうか。じゃあいくよ。しほちゃんのランドセルは、いやー、おでかピンクです。ピンクの中でもピン、ちょっとこう、なんだろう、濃いピンクだよね。赤ではないけど濃いピンク。うちこの色好きね、ちょっと濃いめので、脇にね、こういうハートの刺繍があって、あります。で、ね、ここもね、ハートのね、ステッチなんだよね、こうやってね、ここがね、うん、気に入ったんだよね。うん、ね、こんな感じです。で、こっち側はハートの刺繍ね、ちょっとシンプルめ、これでも一応シンプルめを選んだね、6年生まで使うということでね、うん、で、じゃあ中を開けてもらおうかな、ちょっと待ってね、うん、じゃあちょっとね、見ていきましょう。はい、ね、ここがね、ポケットだね。で、ここにね、出窓みたいになってて、ここに名前と学校名が、何々何ね、ちょっと今ね、何々小学校、うん、裏にしてます、ね。で、シンフォのランドセルはここに名前の刺繍がね、うん、あったよね、うん、で、一応今シンフォだけ見せてるけど、ちょっとここはね、名字なので隠しました、マスキングテープで、うん、で、ここに刺繍の名前があります。で、こんな感じね、一応時間割りがちょっと入ってます。ね、こんな感じのランドセルでーす。ねー、で、ちょっと入れて、よいしょ。で、ね、ここに防犯ブザーをつけてます。あ、リミも早く学校行きたい。早く小学校のいたね。だってね、し、うん、ーちゃんと一緒に。そうだね、今バラバラだからね。ね、こんな感じです。中学校でも一緒なの、うん、本当ですか。じゃあもういいかな、乾いたかな、うん、ね、せっかくだからじゃあこれをつけてみようか。うん、ほちゃん、うん、つけられる、うん、まず通すのかな、できる、したら、ここ取って、うん、ね、じゃあ装着なんとかみんなで終わりました。ね、ぴったりだったね、大きさね、大きさぴったりだったね、ぴったりだった、うん、じゃあ見せてください。3、2、1、ゴー。おー、かわいい、いいんじゃない、こんな感じになりました。で、ここのね、ここにデコがついてます。で、下はね、結構シンプルだったね、しほちゃん、うん、でも下のハートのスティッチが見えるし、ここのね、実はここの金具の中にもね、ストーンが入ってんだよね、もともとね、しほちゃんのランドセルには、うん、ね、ここにストーンがもともと入ってるので、これも見えた方がね、可愛いかなと思うので、よかったんじゃないかなと、うん、ちょうどよかったんじゃないかなって、うん、思います。ね、もうリミちゃんがね、ランドセルに興味津々でね、うん、そうだよね、かわいい、かわいい、いいんじゃない、しほちゃん、かわいいよね、かわいい、かわいい、ほら、とってもかわいいです。じゃあ、しょってみましょうか。ちょっとしょってみるので、軽いな、軽いな感じも入ってない。じゃあ後ろ向いてください。どう、リミ、どう、どう、リミ、かわいい。なんでそう、お尻触るの。怖い、ね、いいんじゃないですか、しほさん、どう、じゃあリミも背負わせてもらったら、せっかくだから、来年1年生だけどね、重いから、
中身何も入ってないからとりあえず軽い。軽いよ。中身何も入ってないんだよ。中身入ってないんだよ。入ったらもっと重いんだよ。もっと重いんだよ。君春のやる。じゃとりあえずそれ背負ってみようかまず。じゃあ入れた感じのやつも背負ってみる。ビミさんじゃあどうですか。ダメだよ引っ張ったらビーってなっちゃう。じゃあ後ろ向いてください。はい止まって止まって。あかわいいかわいい、いいんじゃない。はいリミこっち振り返ってペンペンペンじゃあしーちゃんだけでいい。はい、じゃあしーちゃんどうぞ。じゃあ今日はねランドセルカバーを開けてデコレーションしてみました。バイバイ、また見てね。バイバイ。ランドセルでリミちゃん見えません。いいいいよ。やったー。バイバイ。みなさんこんにちは、シホリミチャンネルのシホです。じゃあ今日はシホのランドセルの中身紹介をしたいと思います。イエーイ。はい、じゃあね、もう3年生になりました。はい、3年生、リミはもう1年生です、ね、まだ学校行ってないけど。ヨちゃんは何組になったんですか。3年2組になりました。変わんないね。変わりません。1年生の時に2年生1年2組、2年2組、3年2組になりました。変わりません。ね、うん、4年も2組だね、きっと。うん、で、クラス替えしましたね。しました。どうでしたか、クラス替えして。だけど、ほぼね、変わんなかった、うん、普通に2年生の友達と一緒にいるだけだなとか。そうだよね、やっぱり最初はやっぱ2年生の時と同じクラスの友達同士でこう動く感じだよね、きっとね。そんなこともない。最初はね、あのクラス行ってね、うん、最初はあのクラス発表して、真ん中の席があの出席番号で、あの2年2組の3年2組になりましたっていうね、うん、なんか机みたいな、なんか3年2組の出席番号で座ってって言われて、うち4月だから一番前だった。うん、だからうち一番前に座って話聞いてた。だからこっち側は3年3組の早い子から遅い子までこうやって座ってて。あ、そっかそっか、2年生の教室の時からもうクラスごとに座ってって座ってたの。そっかそっか。でも翔ちゃんは3年2組で出席番号2番だったんでしょ、うん、1番じゃなかったんでしょ。早い子がいるんですよ。まだ21日だからね、早い子がいてもおかしくない、おかしくはない、ね、どうですか、新しいクラス楽しそう。うん、ね、よくさ、クラス替え最悪だったとかさ言う人とかもいるじゃん、やっぱり。そうなの。うん、あんまり楽しそうじゃないなってさ、直感でなんかわかるクラスとかってあるじゃん。まだ初めてのクラス替えだからわかんないかもしれないけど、そういう感じではない。全然ない。楽しめそう。うん。うん、鬼ごっこ、先生が鬼ごっこマスターです。そうそうそう、ね、書いてあったね。先生が鬼ごっこマスターっていいよね。楽しそう。まあだけどさ、初めての男の先生じゃん。うん。だけどさ、うん、2年生の時も鬼ごっことか普通にやってくれた先生。そうね、しーちゃんのね、先生はすごくいい先生に恵まれて、2年生の時もね、いつも女の先生だったけど、うん、一緒にね、遊んでくれて、縄跳びの二重跳びをしてくれた、ね、楽しかったよね。うん、じゃあ3年生も頑張れそうですか。はい、クラス仲良くできそうですか。はい。クラス替えじゃあ大丈夫そうですね。大丈夫です。いいクラスに戻りましたね。うん、よかった。はい、じゃあ中身をちょっと見てみましょう。中身をこう、実は今日もう学校始まって2日目です。3年生になって2日目。多分ね、千葉県に住んでるんだけど、千葉県の早いのかな、始まるのが。そうなの。まだみんな春休みなんだよね、きっと。しほちゃん早いんだよね。
しょうちゃんも5日から学校で、みんな春休みなのいいなみんななんか9日とかくらいからみたいだよ。しょうちゃんも5日から学校だから、ね、9日ってさ月曜日、来週の9日、うんうん、まあ、うちの学校はね、9日が入学式だからね。そうだね、みみちゃんは入学式に参加できます。はい、あ、じゃあ今日学校に行って帰ってきたままの多分汚いであろうランドセルですはい、じゃあ紹介してください。はい、まずここはね、鍵とかが入ってる場所、あと予備マスクとか。いいわけか、汚い予備マスク予備マスク汚い、なんか汚い。ここは全部予備用が入ってる。予備用、鍵は予備じゃないけどさ、こうやって取り出せるから、うん、かマスクだけ予備。いや、もっと何入ってるの。あと靴下とか入ってる。あ、靴下も入ってるんだ。うん、靴下とか入ってる、うん、マスクももっと綺麗にしてなったからね、うん、汚らしい畳みましょう、うん、ちょっとこれでもっと開けてさ、女の子なんだ、綺麗に。これできた、オッケー。じゃあ そこはそれだけね、うん、はい、じゃあ次、まず傘。傘なんか持って帰ってきたの、傘。んだって今日雨が降るって予想だったから。ああ、そうかそうか、一応じゃあ帰りに降らないように持って帰ってきた、うん、で、これがね、うん、あ、手下げね。そっかそっか、なんかまあ今日、これ、これは常に入ってるわけじゃなくて今日はたまたまね、たまたま入ってました。はい、で、筆箱、あ、これはね、この前筆箱紹介しました。これ使ってます。どう、使い心地いい感じ。いい感じ。だってさ、うん、あの、このパカって開けるやつさ、プラスチックの時ね、そうそう、あの時さ、ね、あのさ、こうやってさ、あの、なんかさ、あの、ニミみたいにこうやって入れるやつあるじゃん、うんうん、あれ普通にプシップシッって入れなきゃいけない。これポイポイだもん。そうね、これいい、やっぱこういう方がいいよね。うん、こっちの方がいいや。なんかもう気にせずポイって入れられる、ポイポイって入れられるからね、これ良かったそうです。はい、それで終わり。そこ終わり、うん、じゃあ一番大きいところ行ってみましょう、うん、まず、うん、国語の教科書、うん、ね、これ新しい教科書、もらったばっかりだね、うん、だからまだ開いてないの。3年生の長、そう、まだ開いてない。開いてもないの初めて開いたんだ。どう、難しそう。難しそう、難しそうね、国語はね、多いもんね、授業、うん、はい、じゃあ次、じゃあ次は、うん、連絡袋の中に連絡帳と、うん、しおりが入ってます。そうだね、いつもそこにお手紙とかも入れるよね。しおりと、しおりって何、春休みのしおり、うん、まだ持ってる。まだ持ってる、もう春休み終わったのに入ってるというほら、取っちゃっていいんでしょ、もう、うんうん、春休みのしおりと、うん、連絡帳、うん、まだ2年に組って書いてある。そうだね、もう3年直さなくちゃね。ね、連絡帳はそのまま使えるんでしょ。うん、使える。はい、次、じゃあまだ入ってる、新学期始まったばかりか、少ない。うん、子供日記、子供日記、子供日記、よいしょ、なんか日記帳なの、日記を書く、うん、ノート。へー、それ2年生の時なかったよね。なかった。3年生こんな感じでね。おお、今日の宿題これだけなんだよ。うん、いいね、いいでしょ。日記を書くのね。そう、日記を書く。はい、次、じゃあ次は国語のノート。これなんか随分かわいいノートになったね。ゾウじゃん。かわいいでしょ。これ学校からくれたの。そうだよ。へー、かわいいでしょ。ゾウになったんだ。そう、かわいいでしょ。かわいい。へぇ、でね、裏はね、尻尾、うん、あ、かわいいね。え、こんなノート初めて見たね、いいじゃん。でね、このシリーズで漢字練習帳も、あ、リス、リス、へぇ、いいじゃん、いいじゃん。
でね、裏がね、うん、これ。それで、うん、そのやつで、算数のノート。ほんとだ。みんな可愛いね。動物になったんだね。で、下敷き？で、カービィの下敷きでしょ。今カービィ使ってんだ。うん。それで、算数の教科書。まだこれは開いてない。これも開いてない。開いてない。何これ？算数得意ですか？得意かな。得意。だけどテストではね、うん、国語より算数の方が好き。あ、そうなんだ。だってさ、まだ算数はさ、計算すればいいだけだけどさ、うん、国語考えなきゃいけない。考えなきゃいけないから嫌なの。だってさ、文こあのさ、当てはめなきゃいけないからさ、考えなきゃいけない。そうね。てかテストではね、算数の方が好き。うん、そっか。算数は答えがなんかさ、一つだからね。そうそうそう。国語ってなんか、表現によってさ、違ったりする。そう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 。だから逆に難しいみたいな。難しいよ。自分で表現しなきゃいけないところが難しいかもしれないよね。逆に難しい。うちはテストでは算数の方が好きで、どっちも好きかな、普通の時は。授業とかの時はね。じゃあ一番好きな授業は何？みんな好きだ。みんな好きなの？あれ？勉強好きだったっけ？え、みんな好き？へえ、そっか。嫌いな教科もない。ない。へえ。初めて知った。だけどね、一個あってね、うん、冬の体育。あ、マラソンね。マラソン嫌だ。マラソン嫌いだよね。ママも大嫌い。ただ 50m 走なとかライン、とかならいいんだけどさ、マラソンさ、走っていくにつれてだんだん疲れていくの。そりゃ疲れるわ。50m 走だから一気にビューンって走ってもさ、疲れないけどさ、うん、校庭一周とか二周は、うん、だけどさ、マラソンはさ、疲れるね。疲れちゃうんです。じゃあそれだけ嫌いなの？あとは好き。あとは好き。好きけどね、道徳もあんまうち好きじゃない。そうなの？なんで？道徳好きな場合もあれば嫌いな場合もある。へえ。しょうちゃん音楽が好きだと思ってた一番。うん。そう、みんな好き。へえ。いつもさ、先生とお話するとさ、音楽すごい楽しそうに歌ってますって言うから先生は。だって音楽好きなんだよ。ね、歌好きなんだよね。歌好き。歌大好き。大好きだよね。じゃあ3年生も頑張りましょう。はい。まあでも今日はちょっとね、こんな感じしか、これしか入ってなかったので。ね、こんな感じです。まあ給食もね、始まってないので給食袋もついてないし。だって今日3時間だけで。そうだね、今日3時間の日に撮影しちゃいました。今度5時間の時に撮影、6時間の時に撮影したらいっぱいあると思うよ。そうだね。あ、それか、今日ランドセルの中身第2回するから、うん、全部の教科書入れといてねって、はーいって全部入れとく。全部入んなくない？入る。そっか。ね、じゃあ今度はこっそりノートも見て。はい、じゃあ終わりにしましょう。じゃあ今日は志保のランドセルの中身紹介をしました。バイバイ、また見てね。バイバイ。バイバイ。みなさんこんにちは、さゆみちゃんのしほです。はい、というわけで今回はですね、もうサムネ見てわかる通りサムネ見てわかる通り、うん、私のランドセルの中身を紹介していきたいと思います。私のランドセルの中身紹介は、私が3年生クラス替えの春の時に1回やったと思うんですけど、ノートの中は見てないんですよ。皆さん見せてないんですよ。ということで今回はですね、本当に一面を公開したいなと思ってます。一面一面じゃないや、
一面はさ、ほらノートの一面とかだから全体をもうみんなに公開してさらけ出してくれるんですね。はい、早速見せてもらおうかな。はい、はい、じゃあお願いします。私あの一個報告があって、うん、ランドセルの中にティッシュが4泊ぐらい中に住んでます、うん、なぜかというと私最近風邪気味でマスクして、うん、鼻を1時間に鼻を、うん10回以上かけて。でもさ、しょうちゃんいつもティッシュいっぱい入ってない？前もなんかさ、言ってなかった。そう、前はやってた。遠足の時もさ、ティッシュ4パックぐらいでしたじゃん。だってもう、私もいっぱいしてる。大丈夫です、調査さんもみんなしょうちゃんティッシュいっぱい持って歩いてるなんて思ってるから大丈夫。早速、私のランドセルを上げてきていと思いまーす。ドーン。今日はテンション高いね。金曜日だけあって明日楽しみというピーはい、どうぞ。宿題終わらせたもん。あ、でもまだ日記が残ってます。まあ、それは日曜日。はい、というわけでまずはこちらのねポケットを紹介していきたいと思います。ポケットはここなんだけど、ここはちょっと鍵とか入ってるんで、あ家の鍵と、そう、家の鍵を見せたらちょっと、あとなんだっけ、マスク、マスクとか替えのマスク、忘れた時のマスク、忘れたマスクとか入ってるんで、あ、じゃあそこは見せません。飛ばします、はい、でここにまず、あ、ここを紹介しています。はい、もうここでわかると思いますが、傘、折りたたみ傘です。はい、で次は皆さんお分かりの通り1パック目、2パック目3パック目、3パック入ってました。今日2個ぐらい使ったんだよね、はい、すごいで、私替えのね、あの、ちょっと心配性なんで、うん、もし忘れたらどうしようってなるんで、うん、私ね、はい、私忘れた時のマスクと、マスク、これマスクじゃない、タオルとあとナプキンです。ナプキン2個も入ってました。それなんか忘れた時用なの。そう、汚いやつじゃないでしょうね。そう、汚いやつじゃないだって、あとティッシュがもすごいね、心配性だね。あと傘がこのポケットに入ってます。忘れた時用が超いっぱい入ってるという。だってじゃあ心配性だもん。はい、じゃあそこのポケットはこんな感じ。はい、もうないです。カラ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 、はい、氷がカラカラしてるよではこちら、ランドセルの中に一番みんな入ってる筆箱。筆箱、はい、それはもうね、前も紹介したのでね。次はてってれー、カービィのスタジキはい、え、これめっちゃ可愛いよね。私お小遣いで600円使って買ったんだよ。でもだいぶ汚くなってきたね。だっていっぱい使ってるからよ、はい、あとこちらララポートで買ったやつだ。はいはい次は連絡袋です。この中にね、連絡帳と音読カードと日記が入ってます。使い始め4月の6日って書いてあります。名前書いてます。名前じゃありません、平気ですはい、次、自由帳。自由帳、それでも最近買ったやつだね。中身見せまっち。だから全然あれじゃない、まだ書いてないんじゃない。この前買ったばっかりじゃない。そうだよ。なにこれ、暇つぶしに書いたの。こんにちは、こんにちはって言ってるよ、ね、誰これ知らない人。知らない人、うん、次、漢字練習帳です。はい、はい、好きなページどうぞ。どうかな、直しは見ないでね。あ、見る、こんな感じで。お、どうでしょう。直しいっぱいある。直丸あるよ。直しある、直し、直し、付箋前にあるかな。こんな、今日これかな、多分一番最後のページは。そうね、ママにこれどうですか。なんかね、字が薄くてね、この辺見てください。この辺超字が薄くて、字が薄すぎるからもっと濃く書きなさいってね、ママに怒られたんだ。そう、だから今日汚く濃く書きました。あとなんか先生から面白いメッセージがあったよね、ここね、うん、なんだっけ、しーちゃんね、あ、しほちゃんね、セーターを着るっていう字のこの着るっていう漢字を切るって書いてしまったのね、漢字セーターを切る、ハサミで切るっていう切るにしちゃったんだよね。そう、したら先生が切らないでーって、ね、書いてくれて、これは面白いと思いましたねえね、こんな感じで一応ね、間違えてもちゃんとね、直してちゃんとやってるね。うん、そう、自由帳とかにね、こう見ても自由帳にね、うん、先生の可愛い、あの、20個ぐらい書いてるから大丈夫。
はい、じゃあこんな感じかな。まあ漢字はこんな感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次は国語の教科書。はい、じゃあ教科書はもういいです。はい、はい、じゃあ次行きましょう。続いて国語のノート、はい、ノート見る？国語のノート、もう使い切りそうだから多分めっちゃあるよ。あれ、この前国語のノートも買ったよね。うん、これじゃあもうなくなりそうな。ほら、あ、そうだ、もうなくなるんだね。そう、もうあとね、うん、あとね、うわ、すごい、豪快、豪快、うん、え、最初の方豪快だよ、すごい、ね、でも後からだんだん綺麗になっていくんだよ、私。へぇ、後からもっと綺麗に描かなきゃって思って、うん、もう最後の方めっちゃ薄くて綺麗だから、うん、こんな感じっていう薄くて綺麗だから。へぇ、薄い、ほら、その辺から薄くなってるじゃん。薄いよ、もうちょっとやっぱ濃く描かないと。これダメよ、もっと薄くでもいいから。薄ですね、これは。え、先生、あのこの前授業参加のお母さんも一位綺麗だねって、あ、その薄さで言ってくれたよ。本当？うん、授業参加で知らないお母さん。へぇ、はい、じゃあ、はい、次もう終わり。次、こちらローマ字の練習帳です。うん、はい、が何、練習のあれ下敷き。ローマ字の練習の下敷きがあるのね。そう、書いてあるのよ。こんな感じで、それが練習帳、練習帳です。で、この直しっぷりすごくない？直しっぷり直しっぷり、あー、間違えちゃったの、いっぱい、うん、すごいね、ローマ字とか勉強するんだね。あ、でもこっち全部できてる。そうだよ。へえ。じゃあこんな感じね。じゃあこれはもうこれで OK。うん、はい、次。次、漢字ドリル。漢字ドリル。漢字ドリルは。スヌーピーだね。私ね、この前練習してね。うん。あのね、付箋が少しついてるの。うん。受けるなどとかさ。うん、まあ漢字練習は、漢字ドリルはもういいでしょう。汚い。あ、汚い。うん、はい、次。次。教科書はいいよね、はい、みんな持ってるから、うん、上の方、うん、次、ノート。お、なんか可愛いノート出てきた。これは何のノート？こちらはですね、算数のノートです。はい、でもこれね、使ったばっかりでまだ 1,2,3,4,5 ページしか使ってないから、昔のノートまだ入ってんのよ。昔のもう全部使い切ったノートが。今こんな可愛くてもあれなんだね、ちゃんと。おお、そこは方眼紙になってる。そう、5ミリ方眼。こんな感じでしょ、ちゃんのノート。まあ、さらっとね、こんな感じ。相変わらず字が薄い気がするけど。はい、前のは？前のこれ、あれ、前のも可愛いじゃん、なんか算数のノートは可愛いんだね。うん、へえ。でも赤ペンが少し見えてる。うん、これね、なんとね、うん、あのね、周りが紫になるって言うんだよ。あ、ほんとだ、ノートの周りがなんか紫。かわいくない？かわいいね、これ。これ何、雑貨屋さんで買ったノート？そうだよ。へぇ、ジャポニ、全部ジャポニカかと思いきや算数は違うんだね。あ、算数のジャポニカは少し顔がついててなんかいまいちだから。あ、そっか、算数のジャポニカはいまいちなの。そう、だからこういうの使ってる。連絡帳もね、連絡帳もめっちゃね、かわいいのがあるんだけど、うん、私はジャポニカなんだけど、でももしもすごい可愛いのがあったら買えます。はい、じゃあ次行きましょう。もう終わりかな。あんまり持って帰ってきてないでしょ。え、言われたら持ってくるんだけど。いや、別にあるもので大丈夫だよ。計算ドリルがこちら、うん、スヌーピーです。うん、まあそれは OK です。OK、うん、はい、じゃあ次、おしまいです。おしまいか、それ国語の新しいノート。これで全部かな、ランドセルに入ってたやつ。そうです、あと鍵とかしか。あ、なんかつい横についてるものは、こちらはですね、うん、この前クレーンゲームでお揃いで撮った靴をつけてます。うんうんうん、これでよく帰りの会とか、うん、あ、早く帰りたいな、早くもう一緒に帰ろうねって。これは100均で売ってるやつなんですけど、このピンクの金具、これね、これ当たってもね、ほら全然びくともしなくて、強く押さないと取れないので、うん、全然取れません。で、この下についてるやつも取れない部品なんで。そうだね、全然取れない部品なんで。よくね、キーホルダーでね、ランドセルにつけてるとね、なんかいつの間にかなくなっちゃったとかいうのが多いと思うんだけど、
こういうの100均で買ったこういうのに変えるだけで、だいぶね、頑丈になって全然取れにくくなるので、おすすめだよね、これはね、うん、おすすめ。あとお守り、うん、お守りはお正月にね、成田さんだっけ、成田さん、なんか今年も買える。そうだね、今年ももう1年経つもんね、もう少しでね。はい、こんな感じです。はい、はい、それでは、バイバーイ。いや、気が向いたらリミちゃん編もやります。気が向いたら今日はですね、まあまあまあ、どうぞこちらに、どうぞこちらに。何ですか今日はですね、抜き打ち、ココちゃんのランドセルの中身&筆箱の中身紹介です。やだ、ええ、やだ、嬉しいです。なんかしほちゃんのランドセルさ、最近全く紹介しなかったよね。1年ぐらい見て、約1年ぐらいさ、中身チェックしてなかったよね。いや、前したっけチェック。去年ね、去年なんだよ。去年の12月ぐらい、わかんないけど、約1年、ほぼ1年。今年はまだしてない。4年生になってから1回も多分してないです。やだー。なので今日は、ちょっとしたいと思ってカメラを構えてました。抜き打ちなので、ありのままのランドセルちゃん。はい、じゃあちょっとね、あ、ちょっとね、カメラの電池がないので変えます。こんな感じでよろしいですかね。よろしくもありません。はい、じゃあ、ね、ちょっとママが今ね、名前だけ、ランドセルの名前だけはマステを貼りました。今貼りました、これこれね、今貼りましたので、もうすごいの見せなくてもね、それアピールしなくていい。いや、だって本当抜き打ちだからね、それアピールしとかね。あー、しろー。はい、じゃあ見てみましょうか。なんでそのルンルンなの。別にルンルンじゃないけどさ。ねえ、リミ、うん、リミちゃんは何してますか。あ、この前ダイソーで買ったやつ。もうじゃあ紹介します。はい、じゃあね、まず横が、ね、うん、あ、それなんか前もか、あ、それ前もなんかつけてなかった、3年生の時から。これね、1年ぐらいずっとつけてて、ね、でね、リミとお揃いでね、クレーンゲームで撮ったやつ。壊れちゃったの。そう、なんか1年立つとちょっと色が黒くなってる気がする。黒くなってます。あと結べなくて。あ、本当だ。結べなくてこうなってます。でもちゃんと1年間ずっとついてるね。ちゃんとついてます。で、次にこっちでね。うん。成田さんで買ったお守りが。あ、そうだね。なんかストラップとか、キーホルダー、キーホルダーを持ってくと、怒られるって思ってた。でもみんなつけてるの。みんなつけてる？結構ジャラジャラつけてるね。めっちゃジャラジャラつけてる。へえ、やっぱそうなんだね。ここにね。うん。ここにめっちゃジャラジャラつけてるの。あー、そこね。うん、っていうかさ、そこ防犯ブザーさ、ついてたのにさ、なくなっちゃったね、いつの間にか。やばくない？ちょっと いざとなったら。声。声か。助け。出ないかもしれない。怖人間ね、恐怖がね、恐怖心がすごいと声って出なかったりするんだって。うん、まあいいや、とりあえず。防犯ブザーはちょっと用意し、もしかしたら、つけましょう、また。はい、というわけで、ランドセルは、ショーが終わりです。終わり？まだでしょ？始めてください。ランドセル紹介って外側だけど、ね、中だよ、中、中も見せてください。ランドセルの中身なので本当に汚いからね。はい、こちらです。入ってますか？運べてみます。はい、こんな感じです。はい、はい、じゃあ中身、まず一番上には、うん、筆箱が入って、はい、で最後にね、この筆箱の中身もチェックしたいと思います。ついでに、で、今日がバラバラ、前紹介した時めっちゃ綺麗届いてたと思うんですけど、最近、ね、3年生までちゃんと届いたんですよ。言い訳タイム、言い訳タイム。なんか、
なんか面倒くさくなっちゃって。まあそういうもんですよ。はい、リミちゃんなんか2年生からすごいですから大丈夫ですよ。ねえリミさん、うん、リミちゃんの、ね、ランドセルね、ランドセルの底にいっぱい紙入ってるからねえリミちゃん、今も入ってるから大丈夫です。で名前だけごめんなさい、見えないようにお願いします。じゃあこれダメじゃん。国語、あとドリル、算数ドリル、うん、あと地図帳、うん、字学、漢字、計算、引き出しじゃないわ、名前、下敷き、はい、ファイル、何のファイルそれ、なんかプリント、違う、なんかね、うん、透明じゃない、真っ白い紙を入れるのが好きなの。へえ、真っ白い紙入ってんだ、そこに。そこにめっちゃ入ってます。へえ、あとクラブの紙とか。ああ、なるほどね。終わったやつ。あとこれ漢字と、うん、道徳、あ、でも体育のノート、体育、算数、うん、国語、なぜか2枚、新しいやつ、予備でいっぱい入ってんね、今日。算数で、これが連絡袋、うんうん、プリントとか入ってるやつ、算数のノート、あと予備の下敷き。え、もうなんか入ってる。新聞紙と。え、それ何の新聞紙？え、これ習字のやつで、もし忘れた時に、もし忘れたというか、あ、なくなっちゃったね。あのね、これね、切ってあるからこうやって。ああ。これが予備も入ってんの。一つ、いっぱいになったら使おうと思ってずっと入れてるやつと、なるほど、と算数ドリルの答え。ああ。使ってないんですけど。以上ですか？めっちゃ汚くない？え、でも普通じゃない今のところ。そうだよ。あ、それで、うん、皆さん知ってると思いますよ。私がティッシュが大好きなことは知っているでしょうか。はい。もちろんいっぱい入ってますよね。上のところを見てください。はい、うわ、やば。うわ、1、2、3。あ、4パック。今日4パックですかね。4パックも入ってる。え、ポケットそれだけ？ティッシュだけ？うん、そうだよ。ほんと？ほら、見て。あ、ごめん、リミ。ほんとだ。あら。綺麗じゃん。え、嘘、綺麗の。じゃあチャックリンを見てみましょう。チャック何もないでしょ。チャックの中。チャック。あ、家の鍵ですね。それはじゃあ閉まってください。マイ鍵と。あら、空っぽ。え、綺麗じゃん。何も入ってない。はい、綺麗。じゃあ鍵さ、忘れないうちにちゃんと閉まっとこう。え、綺麗じゃんね、リミ。綺麗。やばくない？リミのランドセルと大違い？ありがとう。嬉しい。何がそんなに嫌だったのかがよくわかんない。え、教科がバラバラだったのが嫌だったの。あ、この並びが、うん、そんなの綺麗に並べてたっけ、前。前並べてた。そうなのか。国語が一番上で、算数、うん、で、理科社会だったの。でも理科社会は学校に落ちたから、いつも国語が上だったの。ああ、なるほどね。で、教科書、ノート、漢字、漢字だったの、うん。なるほど。何のノートが一番綺麗に書いてるか、見せてもいいの。いや一つだけ。国語とかは嫌だ。算数はいいじゃない？算数はいいよ。じゃあ算数はね。でも嫌だ。算数も嫌だ。チラッとだけ。見せて。嫌だ。もう嫌だ嫌だ嫌だ。しほちゃんの算数でーす。どう？チラッ、こんなチラッ見だけ。嫌だ嫌だ。本当に嫌だ。あ、でも新しいノートだから2、3ページしかない。古いノートもあるよ、一応。と？ちゃん見せたくないんだったら見せないでいい。感じはこれ。ちゃんと丸ついてる。花丸。丸ついてます。あ、花丸ついてます。こんな感じ。でもノートはね、前も見せて。そう、見せただっけ。前見せた。で、先生のさ、なんか一言とかも書いてた。はい、あれ綺麗じゃん。志保さん。ノート汚いわ、やっぱり志保。本当？ランドセルめっちゃ綺麗じゃない？綺麗、嬉しいね。ねえ、ふみちゃん。ありがとう。筆箱も。待って、色がめっちゃ汚い、多分。前、いつ紹介したかね。でも前紹介した時はこの色が違ったんだよね。濃いピンクでした。見てください、薄いピンクになりました。薄いピンクのこのなんかスーツケース。濃いピンクの写真、こちら。あるかな？あら、あるかな？
はい、じゃあお願いします。本当に甘いんですけど、見せたくないんですけど、ちょっと見せますね、うん、いきます。汚くないですか？でもこんなもんじゃないの。でまず鉛筆が1、2、3、4、5、6本入ってます。あの前7本あったんですけど、なくしちゃって1本追加でちょっと黒いやつを、うん、ああそうなんだ。なんですけど、キャップは全部ギョロメなんだね。そう、一つなんか相変わらず一つついてないんだけど、キャップ、うん、あれキャップまたなくしたからすぐなくすんです。あったあった取れちゃうんだね、それね。キャップ取れやすいよね、うん、はい。で鉛筆がまず6本、はい、あ、消しゴム見せたくないんだけど、一番見せたくない。消しゴム本当に見せたくない。なんで？汚い。さすがに汚いですね。ちょっと怖い。だってカバーがないからそれは汚くなりますよね。ユミとお揃い。あー、そうなんだ。ほら、これよく消えた？消えてる。大丈夫？うん、全然消える。次に赤、青、鉛筆、ルーラー。定規。ルーラーって何？定規ってこと。英語で。ちなみに今日習いました。覚えたけど。ペン。なんでこれこんなにいっぱい？マッキーペンと、うん、あと絵のペン。これマッキーじゃないけど。マーカーペン。え？マッキーじゃないじゃんこれ。プロッキー。プロッキーだそうです。プロッキーと。プロッキーでいいのかな。あとこれ4年生のね絵の検定があったんです。その時にペン書きで使ったボールペン、3年それも入ってんだ、うん、3年生の時も一応、これで合わせ3つあります。汚っ、うん、汚い。付箋に入れると汚くなるんです。そうだね。なんで付箋入れてるの？付箋使ってるよ、よく。でも中身は綺麗だからね、周りは汚くても。え、何に使ってるの？何に使うのって付箋はさ、ノートとか教科書とかに印つけたりさするの。するんだ、うん、あと、なんだっけ、あ、行目がなんか英語でなんだっけ、潰れてる、忘れちゃった。こちらのホッチキス、ホッチキスも入れてるんだ。友達に貸した時にね、なんか潰しちゃったみたいな、うん、そうだね。あと、え、なんだそれ、鉛筆削り？おお、それも透明なんだ。本当だ。めっちゃ汚くない？汚すぎて。リミとお揃い。あ、リミもお揃いなんだ。これ見せたくないんだけどさ。どれ？私はメモ好きなんです。なんかすっごいね、なんか付箋を貼ってメモしてたんです。一日の流れだって。余計なことをやらないと一日の流れって何それ。余計なことをやらないって何？自分へのあれ目標。目標立たってる。常に完璧な子でいようって、天才な子でいようっていうこと。余計なこと。真面目ですね、しゅうこさんは。見せたくなかった、本当に。見せなかった。あと見えますかね、鉛筆のパス。汚くないですか？まあしょうがないよね、これはたまるよね、使ってるからね、うん、やっぱギョロメなんだね、相変わらず。久しぶりに見たけど、汚くなかった。あ、片付けていいですか？はい、いいですよ。ほんとさ、うん、あ、消しゴムユレイサーです。甘い出しました。今日英語の授業あったの？そうだよ、1時間目にあった。そっか、うん、汚いので汚く入れました。あのね、でもこれあれでしょ、ボンボンこう入れられるのがいいんでしょ、この筆箱のいいところ。でもこのペンはね、なんかポケットに入れてるの、うん、どれ？こうやって。ああ、そうなんだ。ちょっとちゃんと立ち位置も決まってるの。立ち位置、この子はここにしまおうみたいな。ああ、立ち位置ね。立って入れてんの？立たせて入れてんの？うん、どんな風に入れてるのか、最後に片付けた後の綺麗な筆箱の並びを見せてください。じゃあ、あ、なるほどね。こんな感じです。ここに、うん、あの ここにね、うん、置いて、うん、ここに消しゴムでしょ、で、うん、ここにペンとか定規、うん、細長い分類があって、うん、
で、ここにペン。ペン、ペンがメモ。じゃね、ここにペン。あ、なるほど、こうね。あと、ここにメモがあるの。ごめん、ここにメモが。あ、こっち側はメモね。あ、両方に網ついてんの、これ。そうだよ。へぇー、いいね。だから、うん、ハサミとか入れるんだったら、うん、ポケットにしまいたい。そっかそっか。そっかそっか。ハサミは別に。ハサミは入れてない。お道具箱の方に入ってるから、ね、使わないんですけど。はーい。はい、以上です。はい、というわけで今回はね、ママにランドセルの中身&筆箱の中身を抜き打ちされました。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。みなさん、こんにちは、しょりちゃんのちほです。はい、というわけで、第3弾ということで。次に、ね、第3弾って言われてもみんなわかんない。あ、前々回、リビの筆箱を紹介して、前回、しほの筆箱を紹介するわけだったんですね。で、その最後に、ランドセルひどいよっていう話を自分で暴露しちゃったんで、ちょっとね、気になるって言ったんです。気になるので、みんなも気になってると思うんでしょう。そんなにっていう。なのでちょっとランドセルチェックしたいと思います。まあ、やだわ、ね、チェックしていきます。まず筆箱が入ってました、うん、さっき紹介したの出てるんですけど、うん、でね、うち、あの、このちっちゃいポケットにはこの英語のカードと、うん、なんでここに入ってるかわかんないんだけど、この英語のカードと、あとこれ図書室で借りた回転寿司の秘密。これスシローなの、スシローが乗ってんの、これスシロー、うん、へえ。ほら、ほら見て、へえ、ほんとだ。だから借りた。へえ、いいじゃん。これ半分ぐらいまで読み終わってる、うん、もう全部読み終わってないんで読みます。で、さっきここに鉛筆が入ってたんです、うん、1本。あそこに鉛筆が入っちゃってたね。あと、折りたたみ傘、うん。で、以上です、ここは。はい、空っぽ。次に大きいとこ行きましょう。こっからちっちゃいとこは入ってないの。あ、ここ、うん、あ、ここ鍵入ってるかも。あ、鍵です、だけですか。あ、待って、なんか入ってる。なに。あー、やばい、これなに。なに入ってんの。見て、これ1年、あの、4年の一番1学期の最初によろしくね会、うんうん、あ、4年1組よろしくね書いて、見して、あ、見しちゃダメだ、名前ついてるもんね。それでプロフィール、うん、名刺を書いたわけですよ。ここは見していいか。いいよ別に。名前以外のところ見えるかな。ちょっと反射しちゃって見えないかな。あ、見える見える。ピンク犬、うん、これから仲良くしようね。やだ、待って、映ってなかったよ、もう一回見て。ピンクと黄色、犬、これから仲良くし しようね。好きな動物が犬？犬。ワンって書いてある。そこ男子に突っ込まれてすごい嫌だったところなの。なんで？何ワンってって。うん。何ナンバーワンのこと？は？みたいな。確かにこれちょっと突っ込みどころ。だからママもママもなんか、ママも絶対これ突っ込んじゃうよ、この何このワンってって。はい、これが入ってました。それだけですか？あとは鍵だけですか？ここにね、みんなのが入ってるの。あったかいやつ見て、あー、友達の、へー、うん、全員とは、あの、交換できなかった。なるほど、まあいいや。あ、あと、しまっときな、あと、うん、この中に、あ、この中にこれが入ってたわけですよ。え、それランドセルに入ってたでしょ。このランドセルに入って、あと、あの、転校生よろしくね会をこの前して、うん、その、あの、名刺、多分これ全員分あるはず。すごいね、名刺を交換するんだ。うん、うーん、これ何、見せてもいいの、しほちゃんの。しほのね、うん、しほのが2つ余ったってことは、うん、2人と交換できてないってこと。あ、そういうことね、うん、人数分のいいとこ、やったんだ。そう、あと2人は、あ、最悪って感じ。うーん、女子とは多分全員交換できた。どうする、これ見せる。やだ、ほら見て、見て、あ、いいよ、見せられてる。この、こっちだけ、映ってるかな。映ってない。見て、
食べ物、納豆巻き、キャラクターない、好きな動物、犬、ほら、ワンでつけなかったでしょ、うん、絶対もうつけないの。好きな色はピンクと黄色。趣味は YouTube、TikTok を見ること。見ることね。見ることです。この真ん中の絵は自分で描いたの？うん、違う。なんか名刺係がの真ん中にさ、すみっこ暮らし風のなんか可愛い。そう、女子はすみっこ暮らしで、男子がポケモンなの。あー、なるほど。あー、これ見せちゃダメなの。これはいいよね、しょうがない。見せない、私は見せるの、ほら。男子は、これ何？その名刺係が書いてくれたの？そう。うまい。はい、こんな感じです。女子だよ、女子。みんな女子。うん、絵が上手いのは必ず女子。でも、ちょっと絵人だから、キツゴが嫌いなの。これどうするの？え、これ、しまっとく。はい、しまっときな。この名刺はね、4の1の宝物だから。うん。じゃあ、ちっちゃいさ、ポケットにはそれだけ？うん。あとは鍵だけ。あ、これは大きいの。うん。あと鍵だけ？そう、鍵だけ。じゃあ、大きいとこに行って、まずそのまで連絡帳のそのファイルは、じゃあもう見せたので。あ、ずれてる。え？壁。このね、うん、この連絡帳の筆箱、うん、筆箱じゃない、ファイルは文具女子役で買いました。はい、そうでしたね。もう最近やばい、下に置いちゃう、崩れてきそう。最近やばい、言い間違いはすごい、うん、次にね、名前が見えちゃう、教科書、うん、教科書だけでいいか。ノートはちょっと名前が書いてあるので飛ばしていきましょう。名前、まあノートっていう感じでね、道徳のノート、あ、これは算数セット、下敷きがまだ挟まってる。ねー、挟まってるよ、教科書とノートが一体になってるけど。見てこれ、やばくない、この入れ方。やばいでしょ、これでぶっこんでる、もう突っ込んでる。あと道徳の教、あ、道徳の教科書と理科セット、理科セット宿題で、うん、なんで道徳が入ってたの？道徳やってないの、うん、やったか。なんで入ってるの？あと音読カードと、うん、この辺も算数だね。うん。あとこれもノート、算数ノート、あと漢字見て、漢字付箋ついてる。本当だ、間違えたのと付箋ついてるのはやり直しってこと？やり直しってこと。あと連絡帳、うん、この付箋は自分でつける。あれ、いいかな、うん、俺は上がってる。聞いた、名前見えてる。俺は上がってる連絡袋。聞いたな。連絡帳と音読カード入ってないんですよ。空なんです。なんで入れてないの？面倒いから。ちょっと。ねえ、ここからだよね、多分。もうからじゃないの？ちょっとこっちにカメラにちょっとランドセルの中に見せなさい。これです、これ。友達にこれを見られ、友達が言った言葉が何でしたっけ？周りに見せない方がいいよ、聞かれるから。言われちゃいました、ズバリね。その通りですよ、これリミちゃんの筆、ランドセルで見たまま、この現象、このランドセルの底にプリントがたまり、上から入れるからぐちゃぐちゃになり、見てください、これやばいね、4年生プリントです。これになるってどういうことですか？プリントとプリントとなぜかマスク、マスクとちょっとあ、使いかけた、見てくれたよ。あとまたプリントが入って、なぜかティッシュ3パック入ってない。いや、ティッシュ好きなのはいいけどさ、前はさ、ちゃんとさ、こうちっちゃいさ、ポケットとかにさ、入れてたのに、最近は何、そこなんだ。そこ、ランドセルの底に入れてるのね。あと、使い物なんか汚い、もう、やばい、もう。あとで洗濯機出さなきゃ、これ。ほんとだよ、ちょっと大丈夫？やばいね。もうやばいよ、ほんと惹かれるよ、これ。終わったわ。ちょっと画面にいないけど。終わったよ、これ、ほんと。変わったね、やっぱね。マジ？マジ？
でこの何が変わったかっていうのはわからない人はぜひ前回のしほちゃんが筆箱紹介してる動画を見てください。筆箱とランドセル紹介って書いてあるサムネ。いやまあ違うほら前回筆箱紹介したじゃん。その時に なんでしほちゃんが変わったっていうのを少し説明してる、語ってんですよ、語ってる動画になっちゃったんですよ結局。うわー見られるんだこれ。うん、友達に見られるんだこれ。いやな、惹かれるわ、友達見るわ。最悪だわ、まあ、いっか。はい、もうみんな椅子を出してるか、私学校でも引かれないですか。じゃあ別に、はい、引かれません。引かれてもいいです。いいんだよ気にしないんだ、うん、いや変わったわやっぱり。そう、しよう、変わって、最近ボカロハマっちゃって。前はハマってなかったの。前はね、足立かなさんとか夏祭りとか西野カナさんもハマってた。そういうなんか優しいふわふわ系。優しいふわふわ系。なんか最近すごいなんかボコボコいくボカロ系。シャルルとかロキとかイオジに嫌われてるとか。あれボコボコしてないけど、ER ファンクラブとか定番のボカロみたいなの聞いてる。やばい。はい、ということでしほちゃんのランドセルが友達に惹かれるぐらい汚いということでした。おしまいにしてくださいね。はい、これしまって。あ、これ汚い汚いブリンター置いてくわ。予備のマスク入れて、うん、名前隠すところが粘着弱。弱いねそれ。おティッシュ入れて、うん、今見てこれ、お花が赤いとこもあります。あ、それか。昨日と違うじゃん。あ、そう、昨日なんかねドラッグストアで見たのとちょっと違う。これ100均だから。うん、ティッシュね入れて、そう、ちゃんとそういうとこに入れとく、そういうとこに入れとけばいいな。ゴミ投げないでくれる。はい、え、なんかそこも、あ、そっか、そうやって入れると詰まるでしょ、また。あーねー、ちょっと学習能力ないね。バカなんで、アホなんで。ほんと、やばいよ、もう。そう、そう入れたらそうでしょ。なるほど。なるほどじゃないよ、もう。もうすぐ5年生引かれないようにしてくださいね。だってもうすでにランドセルとかさ、やばいよってさ言われちゃってるんですから、友達にね。絶対あの土日に片付けた方がいいよって言ったから、そう、片付けるでって思った。土日に片付けた方がいいよって言われるんでしょ。やばいよね。はい、でもちゃんと片付けました。はい、はい、あ、筆箱入れるの忘れてた。はい、というわけで今回もね、私のランドセル紹介をしてみました。はい、というわけで以上です。バイバーイ。